はい、皆さんこんにちは、さやです。ですね、今回はダイソーさんの購入品を紹介していきたいと思うんですけど、いつもよりもね、間隔が短くなってるので、動画の間隔がね、購入品が以前いつもよりはちょっとね少なめになってるかなと思います。あとですね、前回上げた動画の私の声なんですけど、ちょっと新しいiPhone 11に慣れてなくってですね、声が割れてたりとかねしてるところがあって、聞きづらいかなって思うところが何箇所もありました。でもね、最後まで見ていただいた方々もいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。今回はね、ちゃんと最後のチェックをしたりとかしてからね、動画の方をアップしていきたいと思っているので、これからその音割れとかね、聞きづらいところとかないように気をつけて動画の方を上げさせていただきたいなと思います。それではですね、クリスマス商品ですね、ダイソーさんのを何個かね買ってきたんですけれども、その前にね、クリスマス商品じゃないものをまず紹介していきたいなと思います。クリスマス商品をね見たいっていう方はね、そこまでスキップして早送りしてね見てもらえればなと思います。それではですね、まず最初にご紹介させていただきます。大きいものからいきましょう。まずはですね、こちらの包装紙になります。こんな感じの包装紙ですね。これはね、新商品とかではないのであれなんですけども、ちょっと見えづらくてごめんなさい。ラッピングペーパークラフトフレンチ柄というものになります。はい、ジャンコードはこちらですね。でね、お裾分けファイルをね、いよいよ本格的にチャレンジしようかなと思ったので、まずはね、このラッピングペーパーですね。あとはですね、はい、こちらですね、こちらのマグネットボタンになります。ダイソーさんのはね2個セットになってますね。セリアさんだと1つ売りで100円になってます。ダイソーさんの方がねお得だなと思ったので、今回はダイソーさんで購入してみました。で、続いてがですね、はい、こちらですね、ミシンを買ったので、ポリエステルミシン糸のベーシック白ですね。これは長さ 200m あります。はい、ジャンコードがこちらになります。で、続いてがこちらのカラフルアソート、カラー糸、 100m 巻きのものが10本入ってる、こういうね、パステルアソートか、パステル系のね色のミシン糸。これは別にねミシン糸ではないみたいなんですけれども、ミシン糸でも使えるよっていうことだったので購入してきました。はい、ここですね、手縫いだけでなくミシンにも使える、使いやすいベーシックな色のセットですということで、今回ですねこちらのパステルの方をね購入してきております。で、なんでパステルかなーっていうとですね、ちょっとこちらのですね布を発見しました。これダイソーさんなんですけれども、数量限定でサイズが 48×100 ということで、割と大きめなね歯切れになってます。で、これ可愛くないですか、この淡い色のユニコーンとか、このね虹とかリボンとかあって、すごい可愛いなと思ったので、これはね、この色でね、塗ったら可愛いんじゃないかなと思って買ってきてみました。で、ジャンコードがこちらになってます。で、これのね、数量限定シリーズね、これだけじゃなくて他にもね、種類はあったんですけども、私はこれを一つと、あとこっちの色。こっちのね、ユニコーンのこの色も一つ買ってきてみました。はい、これとこれですね、1個ずつ買ってきてます。で、続いてがこちらのブラッツピンアイスという商品ですね。
バリピンっていうやつですかね。これもですね、お裾分けファイルのポケットとか飾りとかに使おうかなと思って買ってきてみました。こんなこういう感じでね、ラッピングに使っても可愛いかなと思ったので、今回一つね購入してきてみました。はい、で続いてはこちらの転写ステッカーになります。これなんかね、リーフ柄だったりとか、これちょっと可愛いですよね。クリスマス用じゃないけど、ちょっとクリスマス用のお裾分けファイルとかに使えないかなと思って買ってきてみました。はい、ジャンコードはこちらです。初めてね、この転写ステッカーガーデンねいうものを使うのでね、ちょっと失敗しないかドキドキですけど使ってみたいと思います。続いてはですね、クリスマス商品いきますね。これはダイソーさんでね出されていたクリスマス商品になります。まずはね、ちょっと大きいんですけれども、こちらになります。はい、大きさこんな感じですね。クリアステッカー雪の結晶ですね。こういう感じになるかな。はい、ステッカーですね。ジャンコードがこちらです。クリアステッカークリスマス雪の結晶。あ、ごめんなさい、ちょっと揺れた。これもね、あの銀色に箔押しされてるのですごく可愛いです。これはね、あのお家のねクリスマスの飾りに使おうかなと思って一つ買ってきてみました。はい、続いてがこちらのペーパーファンクラシックこれはね、一個入りになってますね。はい、ジャンコードがこちらです。クラシック、こうやってね、広げてパチッと留めてあげるとね、こういう感じ、こういう風になるやつですね。これでね、色がね、もう一種類ぐらいあったのかな。でも私はこっちのね色をね選んでみました。メリークリスマスですね。作ってみるとこんな感じになります。これはね、こんな感じ、裏がこんな感じね。で、あ、バウンとなっちゃうんですよ。このピンでね止めるところが、ごめんなさい、止めるところがあって、ここでね吊るせるようになってます。で、クリップもね、止めるクリップもついてます。こういう感じでね、止めるクリップもね一つ付属されているので、こんな感じになるかなと思います。どうでしょう、これなんかね、一つあるだけでクリスマス感増しますよね。かわいい。で、続いてはですね、これもね飾りですね。貼って剥がせるウィンドウシール、スノーマン&ツリーです。これもね、あのうちの窓とかにね買ってみようかなと思って買ってみました。可愛くないですか、これ。スノーマンと、あとはこちらになります。はい、貼って剥がせるウィンドウシール、サンタ&スノーマンですね。ジャンコードがこちらになります。はい、これとね、これ一つずつね、あの窓に貼ったら可愛いなと思って、ちょっとね、こうなんて言うんだろう、こういう感じ、これね、あと、うん、この 4パターンで種類が出てるのかな。でも私ね、ちょっと2つだけ厳選して買ってきたんですけれども、2つでもね、窓にこうちょっと間隔空けながら貼れば可愛いかなと思います。で、続いてはですね、こちらのワックスペーパーですね。ミッキー&ミニーのワックスペーパー20枚入りになります。で、ジャンコードがこちらです。で、開けてみるとこんな感じの模様のワックスペーパーになってます。可愛いですよね。あのミッキーとね、ミニーちゃんのものしか今回ワックスペーパー、ちょっとクリスマスもの探せなかったんですけど、
これでもね、可愛いなと思って、これはね、もう半分に折って、お裾分けファイルのポケットに使った、蛇腹ファイルのね、ポケットに使ったりとか、あとはもう、このまま、なんだろう、お菓子をね、食べたりするので、お菓子を食べるときに敷いたりとかするのに、全然使えるなと思ったので、これをね、買ってきてみました。20枚もね、入ってるので、お得かなと思います。はい、続いてはですね、こちらの、はい、マスキングテープですね。ちょっとへこんじゃってる。でね、これは、はい、マスキングテープ、ウォームホリデー。で、2つ入ってます。これね、種類何種類か出てました。二つ入りのマスキングテープ。で、これは15ミリ幅の6メートルですね。が二つ入ってます。これね、お得だと思います。開けてみました。こんな感じですね。一つ一つ見ていきましょうか。よいしょ。はい。伸ばしてみました。こんな感じです。はい。これはね、赤い方ですね。メリークリスマスっていう柄の方ですね。こんな感じです。戻しておきましょう。こんな感じですね。緑の方はこんな感じの柄になってます。可愛いですよね。もうクリスマス全開の柄ですね。はい。で、これで、赤と緑、これでワンセットになってました。で、最後ですね、こちらのリボン買ってみました。クリスマスの、はい、クリスマスリボン、ゴールドカラーステッチですね。これは12ミリ幅の4メートル巻きのリボンになります。はい、ジャンコードがこちらですね。はい、これはね、緑のテープです。緑のリボンになりますね。で、赤いのも売ってたんですけれども、はい、こういうですね。はい、こういうね、緑の箔押しされてるリボンになります。これ可愛いですよね。クリスマスっぽいのが結構ね、リボンとかも種類出てました。で、今回私はこのね、緑のこのリボンを買ったんですけれども、次回ですね、ちょっとダイソーさんの方にまたね、お伺いをして、で、クリスマス商品をね、もう少し買い占めようかなと思ってます。はい。今回はですね、ちょっとアップヒントが短かったので、購入品はこちらで以上になります。でもね、だいぶ可愛い商品が買えたので満足です。はい。今日もですね、何か一つでも参考になるものがあればなと思います。よいしょ。ちょっとワックスペーパーが。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。